紫輝くんのアップショットに隠された秘密。岸くんのマネージャーさんからの厳しい叱責。次回の週刊内々ミュージックで明らかになる心臓は気になるなぁ、4月10日かな次回の週刊内々ミュージック。4月10日水曜日に、戸部東京ドームで開催される予定の差し入れ選手権に関する予告が出ましたね。これは待ち遠しいですね。予告映像には、平野紫陽くん、神宮寺祐太くん。 そして岸優太くんの美しい姿が映し出され、早速心が躍ります。特に、紫輝くんのアップショットは圧巻で、彼の魅力にただただ惹かれますね。彼がカメラに向かって何かを言っているようにも見えますが、一体何を話しているのでしょうかそれにしても、岸くんはいつも笑いを提供してくれますね。あの笑顔、そして彼が何かで怒られている様子は、次回の放送をますます楽しみにさせてくれます。また、ナンバー。 愛のメンバーが登場するということで、ファンにとってはたまらない予告となりました。彼らのキャラクターがよくわかる映像で、ますます楽しみが膨らみますね。さて、キシ君がマネージャーさんに怒られているシーンが含まれているようですが、一体何が起こったのでしょうか彼の笑顔がどんなトラブルに巻き込まれているのか、これまた気になるところです。放送を待ちきれない気持ちでいっぱいですね。来週がますます楽しみになります。 差し入れ、選手権、戸べ東京ドームでのスペシャルなイベント、これは見逃せません。さて、あなたはこの予告映像を見て、何が一番気になりましたか岸く君の笑顔それとも紫輝くんのキュートな仕草または、ナンバー、愛の登場放送を楽しみに待ちながら、彼らの活躍に期待しましょう。そして、予告映像を見ていると、番組内で行われる、であろう差し入れ、選手、権についてもさらに興味が湧いてきます。 どんなお菓子や料理が出てくるのか、メンバーたちはそれぞれどんな反応を見せるのか、そして一体どのチームが勝利するのか、これらのことが気になります。特に、戸辺東京ドームでのイベントということで、どんな華やかな雰囲気が広がるのか、観客として参加したいと思う人も多いことでしょう。そこに立ち会えるファンは幸せ者ですね。また、この予告映像から感じることは、 彼らが番組を通じてファンとのコミュニケーションを大切にしているということです。カメラに向かってのメッセージや笑顔での挨拶など、彼らのファンサービス精神が伝わってきます。瞬間内イミュージックはいつも視聴者に新しい驚きと楽しみを提供してくれます。そして、この差し入れ選手権も例外ではありません。彼らの笑顔やトーク、そして番組独自の雰囲気に心が躍りますね。 次回の放送がますます楽しみになりますが、その前に予告映像を見て何が一番印象に残りましたかそしてあなたはどのチームが勝利すると予想しますか楽しみながら彼らの活躍を期待しましょう。岸くんとマネージャーさんのやりとりや紫輝くんのキュートな姿、そしてナンバー、愛の活躍に期待が高まりますが、その一方で番組内での差し入れ選手権に関する興味も募ります。 差し入れ選手権というのは、毎回どんな料理やお菓子が登場するのか、そして各メンバーがどのようなリアクションを見せるのか、その全てが楽しみですね。特に、東京ドームでのイベントという大舞台で行われるとなると、どれほどの盛り上がりが期待できるのでしょうか。さらに、予告映像から感じるのは、メンバーたちがファンとのコミュニケーションを大切にしているということです。カメラに向かって挨拶をする姿や、笑顔での出演。 それらはファンサービスの一環として捉えることができます。瞬間内イミュージックは常に視聴者に新しい驚きと楽しみを提供してくれます。そして、この差し入れ選手権もまた、その一環として楽しみにされています。彼らの笑顔やトーク、そして番組独自の雰囲気が、私たちの心をワクワクさせてくれます。 次回の放送がますます楽しみになりますが、その前に予告映像を見て何が一番印象に残りましたかまた、あなたはどのチームが勝利すると予想しますか楽しみながら彼らの活躍を期待しましょう。